はい、というわけで1本目の収録が終わったばかりなんですけれども、はい、今日はですね、吉本美優ちゃんに来ていただきました、はい、X21 のリーダー、吉本美優、16歳、高校1年生です。いかがでしたか？いやあ、でも自分も結構リラックスできて、楽しめたから良かったんじゃないかなと思います、うん、緊張はした？最初の方はちょっとしたんですけど、うん、やっぱなんかみんな楽しい雰囲気がワイワイなってたので、うん、今日の収録を通じて反省点みたいなのがあるね。あ、そうですね、リーダーだからね、やっぱちょっとそう、ね、考えることもあったりするもんね。発言が少なかったってことですかね。なんかさ、しっかりしてるって言ったらそう、自分で言うんだけどさ、はい、みんなやっぱそうじゃない、うん、なんでですかね、しっかりしてそうじゃない、しっかりしてそう、してはさ、してそうだけど、うん、収録終わったらしてなさそうと思う。仲のいいみんなが言ってることだからさ、うん、そうなんですよね、うん、ちょっと V とか見せても抜けてそうだなっていう、うん、いや抜けてないです、突っ張ってます。さっきもね、ここに来る時に抜けてないです、突っ張ってますっていうのよくわかんないですね。さっきもここに来る時、うん、あの収録終わったばっかなんですよ、言っても、うん、一回その楽屋持ってくるじゃないですか、うんうん、なのにお久しぶりです。ちょっとおかしいもんね、うん、いやちょっとずれたコメントだよね。 1,2 分離れるとお久しぶりです、うん、ということでっていう風に忙しいね、はい、そしたら新しい番組なんですけども、はい、どんなことをしていきたいですか？ X21 のみんなの個性と、うん、あと後ろシティさんの面白さとか、うんうん、たくさん私自身も見たいですし、うんうん、自分がこういうこともできるんだとか知っていきたいです、うんうん、やったことないこととか、はい、あとみんなで、うん、なんか大会とかいろんなことに挑戦したいです。さっきも言ってたよね、なんか、はい、スポーツやりたいとか、はい、運動神経はいい？いいと思います。でももう発言全部ちょっとあんまり信じないちょっとメンバー、残りのメンバーに聞いた方が早そうなんだよね。結構いいですよ。本当？はい、はい、部活とか？部活はやってないんですけど、うん、信用してくださいね。いやあのかな。ちょっと自慢話ですか？何？バスケットボールで小学校5、6年、うん、あ5年生の時に大会があったんですよ、うん、他の学校と、うん、部活とか入ってたわけじゃないんですけど、うん、その私の学校が何だったっけ、54点、うん、合計入れたんですけど、うん、私そのうちの19点を入れたんですよ。おお、これは結構すごくないですか？エース級の活躍、ね、ですよね。でもなんか、まあ、しっかり者って言ってますけど、うん、実際私より頭いい人いっぱいいるんだろうなって、うん、メンバー内でも思っちゃったりして、うん、頭良くなりたいですよね。何の話？最初のさ、話し始めと終わりが全然違うもん。自慢話していいですか？ゴーリキさん、はい、正直どうでした？共演して、うん、すごく明るい方で、うん、すごい喋りやすく、話しやすい方です。話しやすか、はい、武井さんは？武井さんも、うん、あの、あ、はい、あの、特にコメントはない。違う、あだ名を決めてくださって、うん、決まって、あ、でも結構気に入ってます、ね、あ、本当。それ嬉しいよね、自分の憧れする人につけてもらったんだよね、はい、そうなんです。ついでになってないね、はい、その後ろシティはどうだろうなと思う。いや、初めて見たのがクマだったので、うんうん、ちょっとびっくりした部分もありつつ、うん、でも、うん、いじりがいがあるっていうか、あ、いじりがいがある。本当に今後じゃどんどんいじってくれる？はい、いじって、うん、いじりますよ、本当。なんかみんなからいじられてるイメージ。そうなんだよね。いじられてる人にいじりますって言われてもちょっとね。いやなんかいじる台本とか作ります。いじる台本我々をいじる、はい、ちょっと出来上がったらぜひ見せてください、ね、本番にかける前に見せてほしいけどね、うん、じゃあ最後に今後の目標なんかを、はい、私はあの X21 のリーダーもやっています、うん、そして女優もやっています、うん、目標ですか？お、そういうとこだよね。ここも、はい、リセットして、はい、吉本美優です。私は X21 のリーダーとして、まあ、素も出さなきゃいけないんですけど、でもメリハリをつけてしっかりして、女優としても演技力を高めていって一生懸命頑張ります。あとはお仕事を楽しむということを忘れず、精一杯頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで吉本美優ちゃんでした、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。